皆さんこんにちは、エルザです。今回はトライストリンガーを使うなら足を動かすことが大事な理由を解説していきたいと思います。トライストリンガーなどの声を使っていると強ポジションってとても気になりますよね。強いポジションが取れるだけで対面が楽になりますし、立ち位置としても分かりやすいのでとてもいい場所かなと思います。ですが、その場に居続けるよりも移動した方が強いなと感じることが最近多かったので、その解説をしていきたいなと思います。また、本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まず、トライストリンガーに限った話ではないですが、ずっと同じ場所に留まることはとても危険でデメリットが多いっていうのがあります。で、その理由というところなんですが、3つほどあります。まあ、敵が攻撃の位置を把握しやすい、射程管理が楽なので避けやすい、攻撃パターンがワンパターン、など他にもありますが、その場に留まるだけでこれだけのデメリットというのが出てきます。もちろん、強力なポジションというので取るだけで強いのはあるんですが、ずっと強いかって言われるとそうではなかったりするんですよね。しかもこの強ポジションっていうのはキルを続けてるからこそ強い場所であることが多いので、対面力によっては大きく影響されます。では皆さんに考えてもらいたいんですが、後衛が必ず同じ場所から攻撃をしていた場合何をするでしょうか。答えとしては、まずその後衛の攻撃が届かない場所に逃げますよね。しかもそのポジションに対して攻撃の回数を増やして圧をかけると思います。このように攻撃をたくさん受けてしまうと、後衛としては行き場所がなくなるので顔が出しづらくなるっていうのが出てきますよね。さらにこのタイミングで味方がやられると、場所がバレているので一気に攻められてやられるっていう可能性が高くなります。このことを考えると、強ポジションに限らずその場に留まり続けるというのはデメリットもあるというのがわかると思います。ではトライストリンガーはどうするべきなのかという話になりますが、足を動かすことが非常に大事となります。ポジションを複数維持しつつ移動をしながら敵を攻めるという感じです。ではこの移動がなぜ大事になってくるのかというところですが、それは居場所がわからなくなるというのがあるからです。後衛が狙われる、または後衛の攻撃へ当たらないということは相手に位置バレしている可能性が高いです。ですが、面白いのは、後衛としてポジションを点々としていると、相手はどこから狙われているのかわからなくなってくるんですよね。しかも、避けたつもりの場所でも攻撃が来ると、さらにうざくなってきます。より逃げないといけなくなるんですよね。また、トラストの強みは、射線が見えないっていう点があります。この特徴を最大限活かすことを考えると、移動を繰り返して居場所をわからなくするっていうのは強みの一つとなるわけです。前に出たり後ろに下がったり左右に移動したり忙しいですが、特定されないっていうことは相手を錯乱するには有効な手段となるわけですね。逆にチャージャーとかはその射線で相手を追い込むっていうことができるので、チャージャーとはまた違った方法となってきますね。なんか知らない間に狙われているなと思ったら、同じ場所の滞在時間などを確認してみるようにしてみましょう。最後にですが、足を動かした方がいい理由は味方にも影響します。というのも、味方のアシストがしやすくなるっていうのがあるからですね。まず、移動をしない後衛というのは、その場所からの攻撃可能範囲しかカバーができません。味方がそれを理解していて、その中でしか行動しないならかなり楽なんですが、それは難しい話ですよね。ですが、自分から足を動かしてカバーをしようとすれば楽になります。ポジション依存ならその範囲内でカバーとなりますが、足を動かせば味方に合わせてカバーすることが楽になります。しかも敵からすると前衛と後衛が一緒に上がってくるので、かなり脅威なんですよね。この動きが噛み合えば前線維持だったり攻撃も当てやすくなるので、味方を孤立させないことは自分のためになったりもします。ポジション維持から動きを展開したいときは、味方のカバーを意識して足を動かすようにしてみましょう。ということで、今回はここまでとなります。足を動かすことのメリットについて話をしました。後衛使っているとポジションからの攻撃って一方的なんでとどまりがちなんですよね。でもデメリットを見てみると、移動を繰り返す方が良かったりもする場面っていうのはあります。特にカバーとか味方との連携という部分を見ると、このあたりは意識して損がない部分かなと思いますね。
護衛使ってると狙われるという方はポジション依存度を見てみるといいのかもしれないです。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。